は夏祭りでも簡単にできるヘアアレンジしていきたいと思います。まず、3つに分けてもらって三つ編みしていきます。しっかり編まなくても大丈夫なので柔らかめにざっくり編んでいってください。こんな感じで編みます。で、しっかり思いっきり引っ張って崩していきます。この時最後にこの部分がお団子になるので結構崩れてあげてる方のがルーズで可愛いので思いっきり崩してください。こんな感じです。で、上もちょっと崩してみてください。で、波打ちしてる方のが最後仕上がりが可愛くできるのでやってみてください。で、中心部持ってそのまま髪の毛を回転させて下で留めます。形を見てもらってピンで留めていきます。で、ちょっと崩しながら形を整えていきます。はい、こんな感じで出来上がり。